はい、皆さんこんにちは、ゴロニャーゴです。それでは今回も頑張っていきましょうということですね。今回プケプケの狩猟なんですけども、はい、まあ2回目なんですけどね、実はですね、ちょっと録画に失敗しちゃいまして、まさか撮れてないとは、悲しいです。はい、まあなんですけどね、まあ、プケプケどうしようかな、スルーしようかなとも思ったんですけど、まあそれはそれで、あのプケプケもかわいそうかなと思って、まあ2回目だけど、まあやろっかっていう感じで、今ちょっと怒りと悲しみがこう混じり合ったような、ちょっと複雑な心境なんですけども、はい、頑張って倒していきたいと思います。はい、で前回ですね、拠点探しということで、ここ古代樹の森で、新しい拠点を探してですね、モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。はいはいはい、で拠点を探してですね、まあそれにすんごい時間かかっちゃったんですけども、はい、でその後ですね、クルルヤックでしたっけ、あの鶏みたいなやつをちょっと倒したんですけど、あいつひどいんですよ。アンジャナフが乱入してきたんですけど、あいつ俺をおとりにして逃げ上がりまして、もうちょっとボコボコにしちゃいましたね、本当に。はい、でアンジャナフも一撃食らったらHP 半分持ってかれちゃって、もうこれまだ無理だなということで、まあもう見たらすぐ逃げですね、今日は。もう もしいたらもう会いたくないんで、あの人に2発食らったら即死。あ、痛い。あ、違った、何でしたっけこいつ。あ、ケストドンですね、あの頭買ってやつ。はい、ということでプケプケを探しております。シルベムシが痕跡に反応していますね。げえ、調べてみましょう。いたー、げえ、アンジャナフがいる。やーべー、いやー、嫌な予感しかしないですね。またシルベムシの痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。いや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 、うわー、まあ、一緒にいる、しかも仲良くしてる。いや見えてます、もう。いや見えてます、もう。あ、いい感じ、いい感じ。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。いや見えてます、もう。よし、離れた離れた。よしよし、プケプケ行こう。いやー、またあんなやつに乱入されたらもうひとたまりもないですからね。冗談じゃないっすよ、本当に。あれ、どこ、どっち。あ、こっちこっちこっち。いたいたいた。よしよしよし、ドーン。はい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 、攻撃攻撃、怖いっす、こいつに。あ、いやー、さっきはこんなに食らわなかったのに。とりあえず尻尾くれい、尻尾すかしていく。ちょっとちょいちょいちょい、こけろこけろ、いって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 いっ。あ、オッケーオッケー。ちょ、見にくいな、やっぱりこいつ。来い来い、オッケー、鬼人か鬼人か。あれ、まだまだ。おいって、こけさせられた。
お、乗った乗った乗った、オッケーオッケー、乗った乗った、よし、頭頭、お前の頭をつついていく、お、うわ気持ちいい、お前の背中をつついていく、お、逃げる逃げる、お前の尻尾も攻撃していく、当たるか、よし、いやいや、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、何してんのあいつ、嘘だろ、何してんの、やめて、絶対こっち来ないで、絶対こっち来ないで、いやーちょっと、ちょっとこの辺から見守ってますか、いや絶対こっち来るー、やめてー、おいーおいー、そう、そっちでやってくれ、そっちで、おいおい、どう、なに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 、あーなんか壊してる壊してる、ちょっとやめてやめてやめて、ちょっとピケピケ、おい逃げろよどっか、ちょーちょーちょー、こっち来んなよこっち来んなよ、マジで怖いマジで怖いマジで怖い、やめて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 、おーなんか落としてる、これはもらっていく、そうして逃げる、お、け、あれピケピケ逃げたか、羽ばたいてんのか、あれあれ、あ、いたいた、あの野郎、 こいつも俺をおとりにして、この野郎、この野郎毒吐いてる場合じゃねえぞ、畜生、おめえも俺をおとりにしやがって、この野郎、待て待て待て、この野郎、お前の尻尾をよこせ、ちょうちょうちょう、おらおらおら、お前の尻尾を汚せ、おらおら切っていく、あれそりゃ、おいせいせいせい、あー痛い、地味に痛い、まだ大丈夫、オッケーナイス、ランマルランマルナイス、見えない見えない見えない、オッケーオッケー、とりあえずダメージを重ねていく、あれあれ、な、何やってんの、落ちろ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 、よし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 、いい子いい子、あ、怒った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 、毒を吐いている。あ、また飛ぼうとしてる。落ちろ落ちろ。あれ。落ちろ落ちろ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 。落ちろ。おし。オッケー。やばい、ちょっとまだ尻尾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 くれ、尻尾まで、そのカラフルな尻尾を俺にレインボーテール、ちょっとよしよしオッケーオッケーオッケー、切る切る、お前の尻尾を切っていく、オッケーオッケー、弱ってる弱ってる、おっき、あ、かすって、トゥントゥン、あー、なかなか尻尾に当たらない、おお、かなかなかなか尻尾に、あー、危ない、毒にはなりたくない、トゥントゥントゥン、おっと、こけさせられた
ああ、またちょっと一旦お薬を飲んで、飛び移ってくん。尻尾攻撃、落とせ尻尾、よし切れた。あ、やばい、切れ味がちょっと一回解きたい。大丈夫か今トイレ。あー、飛んでいった。オッケー、とりあえず尻尾回収。あれ、オッケー、プケプケの尻尾。開いたー。おーい、いきなりだな、おい。オッケーオッケー、お前の頭を切りまくる。はいはいはい、切る切る、待て待て、スライディング、オッケー。あ、なんじゃ今のは、なんすか今の、めっちゃかっこいい。ちょっと待って、そんなかっこいい技あるんですか今。ああ、落とされた。いや、来るんかい。おい、せい、おい、ちょっと待てー、待てー、おっしゃい、ちょ、待てー、なんだよあいつ、すぐ。いた。はい、こんにちは。あれ、どこ行った。おい、下から突き上げてくる。はいはいはい、超礼。見えない、全然見えない。お、なんか落とした。これちょっと拾って、はいはいはい、おーい、いや、めんどく食らってるやんか。あ、いや、やばい。はい、解毒薬を飲んでいく。ちょ、あれ、どこ行くの。ちょっと、何しやこいつ、なんで降りたり登ったり、くそ、全然切らしてくれない。
切る切る、今のうちに、あー痛い、やめてー、やばい、コンボコンボ、とりあえず解毒薬を飲む、回復薬を飲む、もう一個飲みたいけども、ほら、お、3つ、いや、あそこはやばい気がする、やばい気がする、なに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 、めっちゃ毒めっちゃ毒、なになになに、あ、なんかやばい攻撃してる、おい、どこ行くどこ行く、あ、また逃げた、結局ここ戻ってくるんかーい、くそー、起きろー起きてくださーい、ほいほいほい、よし、オッケー、K 倒した、いやー危なかったですね、まさかまたアンジャナフが出てくるとは、まあでも今回はうまく目の前をスルーして逃げることができましたね。よかった。はい、ということですね、今回プケプケの討伐ですね、ちょっと録画ミスにより、2回目だったんですけども、無事終了できましたね。はい、前回は探検だったんですけども、今日は双剣を使ってみました。はい、できればの次回も違った武器をちょっとチャレンジして使っていきたいと思います。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter の方もやってますのでフォローをお願いいたします。それではバイバイ。